言ってんな。おはよう、おはよう。おはよう、みちゃん、おはよう。おはよう。何してんの、君たちは。まあいいや。はい、おはよう、金曜日さんねえ。明日は特に何もなく、明後日も特に何もなく、明後日はあれば、明日は特に何もなく、明後日、ちょっと待ってね。え、何で遊んでるの。今日はなんか下ろしたい気分なので下ろします。もうまたなんか下ろしてる。金曜日なのでまあ特になんもないんですけど、学校でもまあ普通に何してんの。荒らしてる。うん、まあ朝こんな感じ。ご飯あげてもね、もういっぱい泣くの。なんで？朝かしちゃうし、そうなんか朝起きた時にそうなんか喋ってる。そうだよ、朝ごはんかける過去2回目で。めっちゃ海外聞こえてるでしょ。めっちゃ見たい。すごい。めっちゃナイスだ。ずっと持ってるよこれ。
一ババ抜き、朝一のババ抜き、朝一ババ抜きなんてするの。朝すぎて勝てられへんかもしれない。なんかまあ頭回らなさそう。朝やったら。今日もちょっとあったかいんかな。なんか最近あったかい。でも寒かったりもする。なんかあったかいねんけど、だいぶ暖房つけへんかったら暑い、あ、寒いみたいな、よくわからん状況。昨日より下がる、あ、昨日より下がるんや。塗りましょう。まださ、それちょっと前まで花粉ひどい時だったけどさ、今はちょっと今押しついてるのよ。今花粉ね。でもさ、またさ冬になったらもうやばいことになっちゃう。本当に嫌だ。さえ抜けば過ごしやすい。確かにね、風ね、寒かったりするからね。仕事してきます。バイバイ、いってらっしゃい。よし、皮完成。かゆい。顔は完成。お、今日さ激しくて耳き、あーね、なんかたまにいるよね。みんなね、学校にもいるよ。あんまり気温差は見なんねんけど、ね、友達結構いる。猫たちに頭に注意をするよ。うん、家に結構チュールある。なんか何、普通のチュールもあるし、カリカリバージョンのチュールもある。
許可つやむ許可でつやむんか、ちょっとやだな、どうしよう。とりあえずまあ読むか。カリカリチュール、そうでもなんかカリカリチュールやけどベトベトしてるから手で揚げるときはもうやばいこと、手のっけて揚げるときはてきた、アホ毛が。じわ柔らかいやつだけね、それもねよくあるよね、それが一番売ってる。もうそろそろいいかな。そう巻きます。なんかレオちゃんのあれみたいになった、固定部屋よし、そしたら横毛も、今日は19の落選日トラクビア今日16、あ、そっか、そうだね、ドキドキだね。はい、ポチ痛い、あちょっとアホ毛をもう一回食べましょう。よし、いた、腰211、おー、ありがとうございます。今日の前髪なんかいい感じ、公園窓口、公園行き窓口がチック線だけじゃなくてピアもね、ピア、そう最近はピアチケットピアさんの方でもね、公演チケットを販売させていただいてるので、ね、皆さん来てねって感じで、なんか変になった。
すぎたのか。で今日はね、そうだね、来てくださいね。じゃあ仕事行ってきます。いらっしゃい、頑張ってね。魂だけ参加します。ありがとうございます。旅者の網合、そう今はあのね、最近はあのアミタンと同じポジションだったからなかなか知れなかったんですけど、そうあれいけるじゃんってなったのでアミと一緒に出れることになりました。ではさっさとね、ではさっさとちょっと、うん、なんか同じこと2回言っちゃったけど、男女を読みたいと思います。いきます。13位まちさん、ありがとうございます。12位おやじさん、ありがとうございます。11位せいきさん、ありがとうございます。9位、あ、間違えた。10位しおこじさん、ありがとうございます。9位じょうさん、ありがとうございます。8位横浜のろうさん、ありがとうございます。7位なるさん、ありがとうございます。6位なゆさん、ありがとうございます。5位マスオさん、ありがとうございます。4位スノーさん、ありがとうございます。3位ピーマルさん、ありがとうございます。2位ケンちゃん、ありがとうございます。そして1位は高本さんでした。ありがとうございます。なら花粉と猫が来た。ではありがとうございました。今日もたくさんギフトありがとうございました。では終わりたいと思います。わ、なんかいい具合、なんかおお。では明日はうちの土曜日なので8時半ぐらいですかね。8時半ぐらいからです。ではありがとうございました。バイバイ、行ってきます。頑張りましょう。バイバーイ。